タマリンドは豆かジャケツイバラカタマリンド族の常緑鉱木。タマリンド族で唯一の種である。果実が食用になる。別名、朝鮮モダマ。タマリンドの木アフリカの熱帯が原産で、インド、東南アジア、アメリカ州などの亜熱帯を呼び、 熱帯各地で栽培される。樹高は20メートル以上になる、常緑鉱木で、葉は長さ15から20センチメートルの鵜上複葉。小葉は10から20辺で長大円形。花は相乗過剰なし、5辺で計3センチメートル。黄色に大々色、または赤色の筋が入る。果実は、 長さ7から15センチメートル、幅2センチメートルほどのやや湾曲した肉厚な、円筒形の鞘で、高褐色の災害比は、薄く脆い。1個ないし10個の黒褐色で扁平な卵円形の、種子との感激は、ペースト状の黒褐色の果肉で満たされる。この果肉は柔らかく酸味があり、食用とされる。 半乾燥地に適用しているが、雨の多いところでも生育する。酸味が弱く、甘みが強い生殖に適した品種もある。タマリンドの果実料理の酸味量や、食品添加物の増年安定剤として用いられる。他、ピクルス、シロップ、清涼飲料水に加工されるなど、利用範囲の非常に広い果実である。その他に、甘みと酸味を楽しむために生殖、ドライフルーツ、 砂糖漬け、塩漬けなどに加工される。香りの主成分は、フルフラールにアセチルフランなど、種子の排乳部分から抽出して得られたものから、食品添加物としての多糖類を主成分とする増粘安定剤のタマリンドガムを製造する。主石酸とクエン酸による強い酸味を持つ黒褐色の果肉が使われる。 果肉だけを集めて固めた数百グラムのブロックが、浸出したエキスの形で売られるのが一般的である。ブロックのものは水に浸して、ペーストのようになったものを調理に用いる。インド料理では果肉を熱湯に溶かして、チャツネを作るほか、サーンバールやラッサムの酸味付けに用いる。インドのマクドナルドでは、マクイムリーとはヒンディー語で、 タマリンドの胃というタマリンドソースをつけてもらうことができる。タイ料理のトムソムやフィリピン料理のシニガンの酸味漬けにもタマリンドが欠かせない。イラク中部と南部ではドルマの酸味漬けにタマリンドを用いることがある。ベトナム料理の甘酸っぱいスープであるカインチュアの酸味漬けにもタマリンドを用いる。ラテンアメリカや東南アジアでは タマリンドの果肉から、清涼飲料水を作る。タマリンドの缶ジュースも市販されている。東南アジアでは、ジャムや、ソフトキャンディーに加工したり、砂糖漬け、塩漬けのおやつとしても売られる。ベトナムでは、クラッシュアイスとイリピーナッツを加えた、ダーメや、さらに練乳を加えたスアダーメとして飲む。生食には、スイートタマリンドと呼ばれる種類の果実を着の絵で、 成熟させ水分が20%以下にしたものを収穫して用いる。フィリピンではマラリアに効能があるとして葉をタマリンド茶として用いる。クロンキスと体型の分類ではジャケツイバラ科。ありがとうございます。